はい、どうもイケです。今日は FF9 になっていきます、なんですが、今日はちょっと戻りまして、ここでこの3人が、ミニゲームやっておりまして、シャトルゲームというのがやってます。でそこを、前やってなくて、でしかもそれをやることによってトロフィーが手に入るんで、改めてやっていきたいと思います。というわけで、ここだけをやるためにやり直しをしております。あとはまあコーヒーのゲットもできなかったので、それも含めて今やり直しをする最中です。というわけでやっていきましょう。この辺がまだ大事なんだよね。真ん中今僕一瞬目が合ったわからんけど、ただ左 OK OK OK。その目を離さないようにいきましょう。多分真ん中 OK。 ちょっとこの辺から危ないんだな。一番左かな。やぶねー。あとちょい。多分一番左。オッケー。あと2回か。怖えな。ああ、わからん。最後わからんくなった。左か右だと思うんだけどな。左。うわー、右だったー。くっそー、長いんだよなこれ。また最後まで行くの。はい、左。なんか簡単にできる攻略もねえのかな。最後の方難しいよね。
この辺は迷うことはないんで、もうパパッといっちゃいましょう。あー怖いな、この辺で間違えるの。多分右。OK。当たった。もうまだまだあるんだよね。さっき間違えた。なあ、分からん、最後が分からん。これも多分左か右なんだけどな。右、今度左。攻略本ないのかな、マジで。攻略本ないっぽいな。なんか特徴ないのかな、それぞれ。どこかの一度となんか違うみたいな。ないよね。ないね。耳の角度とか手の角度とかなんかないな。違いないね、多分。なんかいて本も速さだもんな。別にまあ追いつかなくはないんだけど、十分速いもんな。子供にはできないようなレベルだよな。子供の方が動体視力があるからできたりするのかな。なんだか。金がどんどん減っていく。まるで現実世界と同じようだ。あ、しまった。他を考えてて見てなかった。見るよ。あ、当たった。やったー。今度はちゃんと見ます。
光。いやー怖いな、もうそろそろ。この辺の速さでもちょっと気抜くともう分かっ、あーしまった、しまった、見失った、左、わあ。これ来ねえのかな。倍速にしたら息が分かんなくなるしな。後ろのジジイが答えを教えてくれるとか、なんかそういう裏技ないのかな。ジジイの目線を見てればわかるみたいな。最後マジで早すぎてわかんねえな。左か右なんだけど、どっちだから。右。OK。マジで分からん。はい、昨日来た。ここ絶対最後わかんないんだよな。あーやばい、わからん。あー完全に失った。右？真ん中か。
ネギか。ああ。見失った。こんなとこで終わった。もう一旦諦めるか、これは。諦めよう。払わない。もう終わり。ただいま、ちょっとやり直し中です。コーヒーの回収と、あとシャッフルゲームのためにやり直しをしているんですが、無事にシャッフルゲームも、まあ、ちょっとずるい手段を使ったんですが、クリアできました。そしてコーヒーもゲットできたので、あとはそのコーヒーをあのじいちゃんに渡しに行くだけなんで、これが終わったらそのじいちゃんに渡しに行きたいと思います。そしてトロフィーをゲットしに行きたいと思います。Thank you.
旦ここの洞窟は以上のようなので、コーヒー GM のところに向かおうと思います。コーヒー GG。ダリの村にいるんだよね。ここだ。ダリじゃなくてダリの近くにいるんだね。トロフィーゲット。ではこの流れに乗って、何やろうとしたんだっけ？なんかをやろうとしてたんだけど忘れたな。それじゃなくて、なんだっけな、何かをしたかったんだけど忘れた。あ、そうだ、思い出した。精霊を倒しにというか、精霊と会いに行きましょう。精霊モンスター。多分イエティまで合ってると思うんで、ニーフがイーファの木周辺。というわけでイーファの木周辺に行きたいと思います。じゃあイーファの木の近くの森に行ったので、ここでなんとかニーファに会えるように。オッケー、出たー。
というわけでまだ OK 今忘れられた台と言ってるんですけど、いろいろバグってますね。右上のチョコグラフのマップ出てるし、精霊モンスターになった時の BGM は永遠と流れてます。流れるなしです。丸がつか、いやー大量にいるねー。これだけいるとやりがいがある。ここまでにしとこう。
チョコグラスの消費もしていきましょう。忘れられた行動理由、これがこの辺っぽいですね。この辺違う、ここじゃない、もっと上、なんかある、なんだこれ、この辺だよね。この方ですね。まあ、いっか。この辺に B のポイントがあるっぽい。この辺？あった。あったー。カブトゲット。で、こっちの方に C があると。どこだ？多分この辺っぽいけど。ここか？あれないな。どこだ？この辺っぽいんだけどな。角度を変えて。ないな。どこですかい？これか？ここではない。おお。わかんない。
こだ？この辺のはずなんだけどね。どこだどこだどこだ。調べます。なんならもうこれ15はこの辺じゃねえか。お、来た15。この辺なんだけどな、ひび割れがないんだよな。わからんな。はずなんだけどな。はい、やっぱ確認したんですけど、これだな、やっぱこれだね。さっきこれやったよね。あー、来た、ここで合ってんだよ。なんだよ。でこれで大丈夫っぽいのでストーリーに戻りたいんですが、その前にあとは精霊を倒さないといけないんで、この辺のリューベルあたりの森かアレッジ、この辺歩いてれば多分じゃあ出るのかな。やっと来たー。せっかく出たのに。これちょっとリセットする？
KUPのゲットムーンストーンゲット。これでムーンストーン4つ手に入れたいな。今手元に4つはないけど、あれ4つ同時処理しないとトロフィー出てるかもしれない。マジで、マジで、え、ムーンストーン使っちゃったやん。え、ムーンストーン、ムーンストーン、ん、使っちゃいけないもんね、使っちゃやっぱり。やらかしたっぽいな。